プロ野球も2014年のシーズンが終わって、はい、まあどうでっか。なんか最後の最後に、僕決して阪神ファンやないけど、最後の最後になんかちょっとおまけモーターみたいな、うんうんうん、そんなシーズンでしたね。うん、なんか、ただああいう時って難しいのが、その監督に対しての評価って難しいですね。なんか、なんやもう、どっちやねんみたいなシーズン言ってたけど、やっぱりクビにならないのみたいな感じになってて、あれでもし優勝したらもうなんや分かりませんよ。なんかもし優勝してたらどないやと、この気持ち的に難しいですね。ほんで、あれに似てますよね。なんか爆地でいう冷凍をどんどん上げていくみたいな、負けてても最後クイズで、クイズ番組ではあるじゃないですか、お笑いで。それまで10点100点でやって、それでは最後の問題は1万点ですみたいな、それで正解して勝つみたいな、あれいう感じでしょうね。で巨人もね、あれだけ頑張ってやってたけど、いやもう鍋常さんからしたらまた制度変えるんちゃいます。あの人こそそのクイズのもうスポンサーみたいなもんやから、もう変えようぜみたいなね。そういう意味では阪神が日本シリーズ勝たなくてよかった、うんうん、そうでしょうね。あれになってたらもう揉めるんちゃいます。であれ3位のチームっていうか全然儲かりませんやん、美味しくないじゃないですか、うんうんうん、あれクライマックスシリーズでもあの3位は全然お金入ってきませんしね。2位の主催になるし、2位と3位はほんなら勝って、3位が勝ってもやっぱり1位主催になるし、日本シリーズでやっとみたいな、まあそれも言うてもね、やっぱりクライマックスシリーズに比べたら収益は下がりますからね。ほんなら4位の方がええわっていうのが球団の本音でしょ。ほんで今回阪神も優勝してくれへんかったから逆にいいんですよね。日本シリーズとかではまあまあそれなりに少しはお金はちょっと入ってくれてるから、まあまあええんやけど、それで優勝もししてたら優勝旅行は行かなあかんわ。ほんで選手の年俸上げなあかんでしょ。ほらもう踏んだり蹴ったりみたいなとこありますやんか。だからそういう部分で経営者の気持ちとはもうちょっと微妙やったんちゃいます今回。そういう来年 の、 ファンクラブの入会者数は増えるやろうけど、それといろいろトントンにして考えていったら、いやいややっぱり社長これ今回優勝せえへんかって逆に500万ぐらい得してますせとか、そんなんもう計算してはんねやろな思ってね、現場は。うん、まあとにかく和田監督はね、自分が辞めんですんで一番ホッとしてるし、そりゃそうちゃいます、そんなもん、ね。でまあ特にパ・リーグの方もね、はい、あれで3位の日ハムが出てきて、阪神とやったら、もういやどっちが優勝しても、ややこしいですよ。いやもうそれこそ最後1万点みたいな雑になりますからね。でもね、クライマックスシリーズ当然そういうね是非論っていうのはあるんだけど、なべちゃんはどっち？いや僕は別に別に言ったら変ですけど、やっぱり普段そんな見てないですよ、嫌いじゃないけど、僕は阪急ブレーブスファンなんで、もう今好きなチームないんですよ。ただそれが最後シーズン終わってクライマックスシリーズとかが始まって日本シリーズになった時に、やっぱりそこはなんかここ一番の緊迫するところってやっぱり面白いですもん、見てたら、ね、一球一球がちゃいますから。まあ、なんといってもね、幕切れが西岡の守備妨害、守備妨害、はい、そんなこともね、普段のシーズン中の1試合やったらないもんね、ないです、あそこまでないですね、そこの、いや、その審判にしてもそこまで見てへんのちゃうのみたいな、審判ももう審判自身も気合入ってたんちゃいますか、ここ一番もう、ものすごいルールブック次の日見てたんちゃいます、一応、こう、駒置いて、この時はこうやって、こうちゃいまっか言うて、いうぐらいのもんですね。で、うん、あの審判に対してね、まあ、審判経験者とかが言ってたのは、もうよくぞあれで取ったと、というのはもしあれで幕切れになったら本当に閉まらへんから、実際ね胴上げのタイミングかで遅れたりなんかしてるわけや、だからもうスルーしてしまいがちやねんけど、まあでも明らかにルール上は守備妨害やと、よくぞ取ったというふうに言われてる、まあ、そういうことも含めて言うてる、そこまでのまあシビアなね試合を見ることができるっていうことでは、まあクライマックスどのチームがまあ勝ち上がって日本シリーズに出てもそれは堪能できると。でまあ実際一応まあ阪神ファンとしてね、わざわざヤフオクでなんとかチケット取って、第一戦日本シリーズ行きました。行ったんですか。唯一買った試合を甲子園で見た。ね、やっぱりひとしおでした。
というのは、うん、まずクライマックスを勝ち抜くっていうことすら、うん、阪神ファンにとってはもうありえへんことや、うん、いやと思いますよ、ね、連勝せなあかんわけだね。そうそうそう、ね、うん、でしかもじゃあリーグ優勝もし果たしたとしても、うん、今の阪神やったら、うん、クライマックスで負けるんちゃうかと、うん、今年の巨人みたいに、うん、でそういうことから言ったらね、うん、ここでもしこれを見逃してしまったら、うん、あと何年見られへんかっていう思いがあってほんでまあ実際はね、うん、一般販売とかでもやっぱり取られへんのよ、うん、アクセスが殺到して、うん、やっとつながった頃にはもう売り切れてたりするわけよ。そういうもんですか、うん、だから頑張って、まあ、ヤフオクで、うん、そんなにまあ上がらないうちで、うん、なんとか1枚抑えれてで三塁アルプスで見てきたけど、あれなんですか、インターネットで抑えるんですか。そうそうそう、最近電話じゃなくて電話と両方、はあ、あれ電話はよく都市伝説のように病院の電話使いなさいとか言いますよねあの病院の公衆電話、あ、病院にある公衆電話が真っ先につながるとか、ね、る言われてたりとかありますけど、インターネットもそうなんですね、つながりにくいんですか。そう、やっぱりビジーになるから、でつながって次の画面に行くまでの間にもう誰かがとか、うん、うわ、なかなかね大変。でもよく行かはりましたねそれは。たまたまね、うん、だから、うん、まあで見て、うん、でその時やっぱりクライマックス様様やと、うん、こういうのが体験できるっていうのはなんだかんだ言うても、うん、日本シリーズっていうものはやっぱり特別やし、うん、だからまあクライマックスの是非論当然あって、うん、今年なんかで言うたら巨人ファンにしてみれば、うん、あれで巨人が日本シリーズに行かれへんっていうのは理不尽やと思うかもしれへんけど、うん、いや巨人はええやんと、うん、また来年も再来年も、うん、ね、あの戦力やったらチャンスなんぼでもあるんじゃないか、うんうん、でそれこそね今年の DeNA とかヤクルトなんかで行けば、うんうんうん、優勝は無理やけど、うん、来年3位に入ったらひょっとしたらと、そうですね、うん、思ったら選手の頑張りもそうだし、うん、ファンの応援のしがいっていうのもまた違ってくる。だから長いこと楽しめるから、そう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 、そのいわゆるそういうイベントとしてはいいんちゃいます、うん、もう今世の中そこまで、いや昔に比べてその優勝だどこで何年続けてとかもうみんな思わないでしょ。もう2年前どこのチーム優勝したかも忘れてるでしょ。ああ、そうね、うん、もう今はだからやっぱりその瞬間のそういう層をちょっとターゲットにしないとプロ野球もしんどいんじゃないですか、うん、なかなか。で結局ねプロである限り、うん、やっぱり突き詰めれば興行やから、うん、よりお客さんに入ってもらうそういうシステム、うん、イベントっていうことから考えたら、うん、クライマックスはねやっぱりそれでより消化試合もなくなってきてるし、うんうん、でプラスアルファで何試合かある分球団にもお金入ってくるし、うん、そうですね、うん、でそういうことではまあなしにして、うんうん、やっぱりね成績が一番いいものが、うん、日本シリーズに行くっていうことに戻す必要は多分ない、僕もないと思いますよ。その1位のそのそういう価値が薄れてっていうけど、それはもうやっぱり昔のもうとにかくそれで競り合ってお客さんがついてきてた時代ですわ、ね、今実際ついてきてませんもん、ね、視聴率もね、うん、そうそうそう、だから生き残っていくためにはそれせんとまたもうなんか一リーグ制にしようとかな出てきますよそのうち、うん、でまあそんな中で、うん、監督がね、うん、対談を意思表示するっていうのが今回なんかでも秋山監督、うん、もう今年のシーズン始まる前から自分では決めてたそうだけど、うん、あのタイミングで言うかっていうのあるでしょ、うんうん、でこれはみんな思ってたことやと思うんやけど、うんうん、まあ、他の球団でもあったし、うん、でそのネックになってるのがドラフトね、うん、でドラフト会議あの席に着くことができるのは、うん、次のシーズンの監督なわけ、はいはいはい、だからもう辞めると決めてる人間は、うん、あそこには出席できない、うん、で監督っていう立場の人間がいなくてもいいんだけど、うん、今年なんかでも、うん、秋山監督があの席にいなかったらどういうこっちゃってなるやん、うんうんうん、いろいろ憶測流れる、うんうん、だそういうことになる前にしっかりと先手を打ったっていうことなんやけど、うんうん、うん、まあそういうことも含めてね、うんうん、ドラフトがあの時期に開催されるとか、うん、まあ、いろんなこともあって、うん、まあ一ファンにとっては分かりにくいことも多いから、うんうん、そこらはね、うん、非常に分かりやすいようにしてほしいという気はするけどね、うんうんうん、まあでもね監督業ってそんな大変なんですか ねもうそこまで、うん、やっぱり首つながりたいっていう人もおるやろうけど、
難しいんでしょうね、やってみんとわからんのでしょうね、ほんまに。で何よりもね、まあ、勝ったところで負けたところで、うん、精神的なね、うん、そういうストレスとかっていうのはやっぱりね、うん、いや結局言われますよ、ずっとあれ勝ってて巨人あんだけ良かったけど、やっぱり原さん言われるしあ今までこうやってきた勝率で言うたらどれだけあんたらを喜ばしてんねんって、でもあれ最後負けたことでどういうこっちゃってなるわけでしょ、うん、あれこれはか、まあ、理不尽ちゃ理不尽ですけど、でもそういう業種なんですよ ね、 ね、うん、でそう考えたら監督の要は年俸というのはもっと上げてもいいような気もするけどね、うん、そうですね、精神的なその苦痛とかありますからね、それは、うん、逆に弱いチームの方が年俸は多いとか言っちゃいます、最下位ずっとこの何年も中畑監督なんかもう今8億ぐらい持ってんちゃいますっていうようなぐらい、なんか強いからあんた気にええでしょと、で上げませんと、優勝したら逆に上げない、うん、で負けたら逆に上げていくぐらいのね、あの人気チームやったらそれはすごいですよね、そんな重圧は、うんうん、でないと他になり手がねいなくなっちゃいます、そら、それもう PL 高校学園みたいにも PL 教に入りながらも野球のこと詳しいとか、そんなそんな条件になっていたら大変ですよ、そんな見つかりませんよ、ね、うん、でまあそう考えたらね、うん、まあ、来年は、まあ、新監督が5人誕生ということで、うんうん、そこそこ面白くはなりそうなんだけど、うん、まあ結局はね、どんな面白い試合を見せてくれるかっていうのは選手にかかってるわけ で、 うん、うん、でまあ、どん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 またメジャーに流出とか、うん、うん、それからまあメジャーでちょっとあかんかったら帰ってきたりとかね、うん、うん、そういうようなことも果たしていかがなもんかっていう気もするし、そうですね、なかなか野手の方で、まあ、イチローさんはとか以外ではなかなか答え出せてないというか、難しいですもん、ね、で帰ってきたらもうみんな2割3分4分の選手になっちゃうから、ピッチャーでもね、帰ってきたらってなるし、非常に難しいです ね、うん、まあ阪神にしてみればね、うん、なんで立山取ったんやレンジャーズでしたけどもうしっかり引退したしね、なんか持っとこうみたいなのあるじゃん、ね、持っとこうや、まあ、なんぼか、まあ、これでいけるやんみたいな、ええ時あるでって、 あいつええとこあるでみたいなねえ、まあ、こういうね情報戦においてね、はい、まあ阪神っていうのは、うん、まあ昔からね、うんうん、っていうところあるけど、儲けてるんですね、まあ、儲けてるんですね、阪神もお金持ってるんですよ、なんか言ってね、まあ、だからね、うん、多少ね、はい、ええ加減なことしても、うん、まあ、ファンがついていくっていうのが、うん、いいんだかどうだか、うんね、うん、ということで、はい、この辺でごきげんよう、はい、さよなら。